はい、というわけで、ハルバオでございます。今日もね、こういうことやっていこうと思うんですけども、今日なんですけれども、皆さん、樹齢探索ってまだやってます？結構な方まだやってると思うんですけれども、これね、星5が出ないじゃないですか。まあ出たとしても、まあ入れないんですよね。これ見て。はい。ほら、入れない。チーム上限倒しました。まあ、普通に出たとしても、これ入れない。入りづらいんですよ。まあ、入れないというか入りづらいんですよね。で、コメ欄にもありました。まあ、前回ね、動画でね、入れないよーって言ったら、ホームでこの入りなさいみたいな。入りやすいよみたいな。いや、これもう入れないんですよ、ぶっちゃけ。入れないでしょ。上限倒しました。まあ、上限倒しました。入れないんですよ。というわけで、自分で出すのが一番早い。どういうことかっていうと、自分で、このマップ上に星5を出すのが一番ね、まあ、確実というか、まあ、100% 入れる。まあ、自分がホストですからね。手段になりますので、今日はね、そちらをね、皆さんにね、お伝えしようと思います。他の、どなたかの動画で、新アカをたくさん作って GPS をオンにして、なんか入るっていうやり方あるんですけども、もちろんそれもできると思うんですけども、新アカを作るのがクソめんどくさい。僕にはちょっとできなかったので、まあ、他の方法を探したんですよ。さあ、ありました。一つの端末で何度も検索をかけることができるというのが判明したんですよ。で、今日はそれをご紹介させていただこうと思います。これマジで、絶対取れる。絶対取れるのやっていこうと思います。まずですよ、まず。まあこの画面はまあとりあえずね GPS オフになってますんで僕はオンにしてからやってくれーって感じですよね。で、一回ね閉じます。で、設定。設定で、まずプライバシー。プライバシーのところに位置情報サービスというのがでございます。まあこれはちょっとね、Android の方には適用してないと思うんですけれども、この iPad とか iPhone とかそちらの方専用になっちゃうのかわかんないですけど、まあこれに似たやり方で多分できると思いますので、もし参考になるようであればやってみてください。まあ位置情報サービスをまずオンにします。で、公約コードをタップします。そうするとこの画面になるんですけれども、ここの一番下がこれが重要で、正確な位置情報って書いてあるんですけども、これがオンとオフと選べます。これが非常に重要なんですよね。で、まず、まあオンにして、まあとりあえず見てみましょうか。で、ここも画面をこの状態に、おっと、どっか行った。この状態にしてこれを出します。一回変になっちゃったから今。樹齢探索な、こんな感じ。これがオンの状態ですね。今、4と4か。4が2つ出てる状態なんですけど、これをこういう感じで、正確な位置情報をオフにします。で、これもう一度、なんか場面がなんかダーッとどっか行くんですよ。で、これでまたわけわかんないところ行って、で、またこれでオンにします。これで何回もやってるうちに、マジで、ほら出てきたほらやばないこれ結構ね、簡単に出てくるんですよ。まあ、長くても、最大でも5、6分か、まあ、10分弱ぐらいですかね、やってると、必ず出てきますんで、まあね、家に引きこもりだったり、まあ今、ほら、外出自粛じゃないですか、ムード的にはね。まあ家でね、難なく何回も検索かけられるので、これやってみてください。これ、早いな、今回。まあこれがね、レベル5ということで、まあこんな感じですね。で、まあ出なかったらまたこうやって、これをね、オフにして、またこれを閉じて、あー、ちょっと待って、どっか行っちゃった。置いて、んで、またこれをオンにすると。これ何回も何回も検索かけて、再度検索できますので、皆さんぜひやってみてください。あ、なくなっちゃった。これでもね、すぐ出てきますんで、まぁ、ちょっとね、もうちょっと検索かけて、星5をね、今日はね、チャレンジしていこうと思います。さあ、というわけで、もう一回出ましたんで、これね、入ってみようと思います。いや、マジで簡単に出る。これ今までさ、何だったのって全然入れねえみたいなストレス。これね、皆さんぜひやってみてください、マジで。これで、勝つと、ランダムで、この、今ね、ローコが、着てるマントか、もしくは頭、この被り物が手に入るということなんですけども、俺の狙いはね、ひとまずはまああれですね、被り物っすね。とりあえずカエルさん呼びつつ、まあ、あとはちょっと適当に呼びましょうか。よいしょ。うん。行きましょう。頑張ろう。みんなで頑張っていこうぜ。で、今日は、どうしてもさ、なんかダメージがね、全然入らないって人いると思いますので、それも、上手い人に聞いてきましたんで、はい。それもね、お伝えしようかなと思います。使う武器に関しては、AUG を使いがちだと思うんですけども、やっぱりダメージ量の、兼ね合いがありまして、この AK14、これのみを使ってください。で、AK14 とかを使う場合に、リロードをね、毎回すると思うんですけど、リロードをしないんですよ。このモード。このね、常に右上のね10マーク、ここにねショップみたいな状態があるので、これを買い替えることによって銃の弾が満タン入ったやつをすぐに入れ替えることができるんですよね。リロードするよりも圧倒的にそっちの方が早いので、とりあえずねやってきながらね解説をしていこうと思います。で、まあ野良で入った方がしょうがないんですけど、まあフレンドとかをね呼んでね、まあ自分で出せば呼べるんで、でそうした時に絶対ターゲットされるじゃないですか、誰かしらが。これ今ターゲットされてますよね。まあとりあえずこれで決勝を狙って撃っていきますと。で、今カエルさんがターゲット取れたんですけど、ちょっと待って。で、カエルさんは基本あまり動いちゃいけないんですよ。動かないことによって、逃げないことによって、このローコもね、動かなくなるんですね。その間にみんなでヘッシュを当てていくと。で、これって、弾がなくなったら、はい、すぐ買い倒すと。これリロードがね、めちゃくちゃ速くなるんですよね、これで。さあ、ヘッドを当てることによって100ポイントが入っていくと。AUG の場合、多分80何ポイントになるので、だいぶね、ポイント差が、ね、開くんですよね。で、まあ、頑張っているけども、全然3位だな、もう。まあ、そのね、技量というか、腕前あると思うんですけど、これがね、一番早いというか、効率的に倒せるやり方かなと思いますね。さあ、この、ゆうと佐藤さん、頑張ってる。うん。この子みたいに、できるだけ動かなければ、遠くからみんなでね、ヘッシュを狙いやすくなるので、できるだけ、ターゲット取られた人は動かないようにしてくださいと。さあ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 。さあ、今2位になりましたね。4番さんめっちゃうまいな、これ。俺が下手なの、これ。まあ、ただね、何回もさ、まあ、入れてもらった、してたわけですよ。まあ、野良でね。うん、たまたまさ、うえーって奇跡的に入れたことが何回もあるんですけど、まあ、その時に、倒しきれないんですよね、ローコ。なので、やっぱこういった感じで、1人が動かなくなって、で、さらに使う武器は AK14 でこんな感じで、リロードをせずに、ショップで交換する。これによってリロード速度がめちゃくちゃ速くなるので、で、今もうカエルさんはもう止まってますね。この間にローコを動かなくしてから頭をバンバン打っていくと。なかなか難しい。そうだから狙われた人はもうヘッション、間近でもうヘッションもバンバン打つしかないですね、死ぬまで。まあ、ただ、割とね、すぐ復活できるので、まあ、チームとして勝ちにつなげるんであれば動かない方が、間違いなく、おっと、邪魔くせえな。いいのかなと思いますよね。さあ、もう半分ぐらい来ましたね。まあ、ただね、この方法、まあ、ちょっと僕のね、フレンドさんから教えてもらったんですけど、多分ほとんどの人知らないよね。ローコのレベル5を出すやり方。圧倒的に簡単で、しかもアカウントとか作成しなくていいので、で、今さ、新役をバンバン作ると、銀杏さん言ってたやん。なんか赤番になる可能性あるみたいな。そのなんか変なさ、チーターみたいな扱いになっちゃって。だからこのやり方の方が間違いなく、うん、そういう危険性もなく、必ず出ますんで。ああ、もう狙われました。狙われたらもう逃げない。まあ、一回は逃げましょう。おー、やばい。ちょっと待って、ローコこの野郎。これ死ぬまであとは撃つだけと。待って、武器。よし！さあさあさあ、もうすぐですね。もう少しで倒せます。これ間違いなく、このやり方であれば、リロードをね、すごい速くなるので、時間内で倒せるようになるんですよ。まあ、だからできれば星5を自分で出して、フレンドを呼んでいく。まあ、3人ぐらいでは間違いなくいけると思いますので、あと野良がね、2人いても。さあ、これで、よいしょー最後見れなかった。これで終わりかな。あ、終わりましたね。OKOKOK。さあ、ちょっとね、景品見に行きたいと思います。これね、毎回もらえないんだよね、これね。さあ、かぶり物かマントか、かぶり物かマントか。ちょおやったよっしゃ、かぶり物ゲット。ちょっとね、これ早速ね、使っていきたいと思います。いや、めちゃくちゃきつい、このイベント。ただね、もうね、自分で出せるようになったので、皆さん誰でも取れるようになりましたので、皆さんぜひやってみてください。いや、これ好きな人にはたまらない。呪術廻戦マニアか、ゲテモノマニア。無細工の仮面が好きな人はもうこれね、もうほんとドハマり。俺大好きなよね、こういうのね。いやー、これ、えぐいな、なんかちょっと動揺してねえか。僕は、つまみ食いはしてない。さあ、今回やっていきたいのは、一応ね、50% 以下にしたいんだけど、やっぱ接敵した時は危険なので、勘違いでちょっとね、チェックしてみたいと思います。なんか誰もいなさそうだね。いやーでもほんとさ、残りあとこれ5日間ぐらい ?4 日間ぐらいかななんだけど、まあもうストレス。すごいストレスかかんない、これ。でさ、やっとなんとか入ったと思ったらさ、蹴ったりすんじゃん、奴ら。この持ち主たちというか、星5の出した奴ら。しかもなんか、あとはもうやっと入ったと思ったらさ、なんかもう他の3、4人がめっちゃ下手で、全然殺しきれなくてさ、ほんでなんか、再度チャレンジみたいなボタンあんだけど、再度チャレンジすんのかなと思いきや、キックみたいな。マジでさ、本当に、発狂レベルだよね、家で。やっと入ったと思ってさ、キックみたいな。これもうね、皆さん、それぞれが自分で出せるので、この動画を見た方は、本当にマジでやってみて。本当にすぐ出るから。まあ、今回これをね、共有することによって、まあ、嫌な思いをね、する人が減ればいいかなと思って、今回ね、動画にさせていただいております。さあ、というわけでね、敵がいないので、まあ、とりあえずあさって、安置外でちょっとね、頭のね、このスキンの、火吹くやつね、見ていこうと思います。さあ、行きましょう。これで 50% 以下になったら多分火吹くんだよね。そろそろじゃないか、これ。ちょっと待ってよ。一回登っとくか。いる。ちょ、待って。待って、ここでちょっと見ましょうか。待って。口開いた。出ました。なんかサザエさんみたいな頭になってないこれ。出ましたね、これね。出ましたね。熱い熱い熱い。一回口開けたね、最初ね。おーみたいな感じで。オッケーオッケーオッケー。あ、出てる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 。体力あんのに出とるかね、これ。一回出ちゃったら止まんないのかな、これ。あ、止まりましたかね、これ。マジで面白いんだけど、これ。まあ、吹き出すの見たからもうあとはいいか。あとね、優勝して終わりましょうか。敵もう行っちゃったかな。アンチ外だから、まあ多分先に行ったとは思うんだけどな。ん？いた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 。ちょっと待って。あちょお疲れさーん。敵ちゃんがいねえんだよな。いや、でもめっちゃ嬉しい、これ。ぶっちゃけ星型の被り物より全然嬉しいんだけど。あー、いる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 。待てよ。いるぞ。行くか。これやるか。後ろから来ないね。これソロデュオなんで、ちょっとね、だるいよな。これソロモードつけてくんねえかな。これ、おっと待って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 。え、いる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 。いる。ちょ、待って待って。もう一人。危ねえ。待って、もう一人いるよ。来る来る。あ、なに？お？どうなってるよ。あ？死んでる？あ、向こうからやられたんか。これ待てよ。これ一回ぐるっと回っていくか。いや、来そうだな。来るな、多分。あ、来た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 ちょっと待って、どうする？二人か。お、オッケーオッケー、あと一人、あと一人、あと一人。うわ、来た。待って、これジャンプ地で。はい、ジャンプ地4つ。あー、くそれ！俺に任せとけ、アルパパに任せとけ。文句があるなら、俺に言え、俺に言え。くだらないライブは僕から割って流しとけ。最高にクールな時間の始まり。From the country、ホログライスステージも淡いな。